8時になりました。 YouTube の時間です。はい、こんばんは、火曜田隆之です。DJ 隆之です。ハッピーハイサイ、これはですね、僕がもうそうね、一昨年ぐらいから流行らそうと思ってて全く流行ってない挨拶の一つです。ハッピーハイサイ。まあそんな感じで今週もスタートです。はい、こんばんは。改めまして YouTube の時間です。あなたのお友達 DJ 高行です。今週もよろしくお願いします。もう3月です。3月4日、昨日はひな祭りだったんですけどね、皆さんいかがお過ごしだったでしょうか。まあ、ちらし寿司食べたりね、手巻き寿司食べたり、まあ、いろんなのをね食べたりね飲んだりして、ひし餅とか、なんだろう、お家ではね、こう、ひな祭りとか飾ったりとかしてね、過ごしたと思いますけど、我が家はね、特にない。なかった。うん。でもまあね、まあ我が家は僕以外全員女性なんですよ、お家。だからある意味僕がやってあげるべきだったかなーっても思うんですけど、でも今月はホワイトデーがありますからね、僕は1対3で、お返しをしないといけないっていうか、俺もらったか？あ、娘からもらいました。うん。だからね。だからといって娘だけにお返しをするっていうことは、こう、家庭円満にはいかないんで、全員に、平等に、ホワイトデーのお返しをしたいと思っています。なんか、まあ、チロルチョコレートでも、こう、買ってきて、袋にゴディバって書いてね。渡そうかなって思っております。この番組はね、メール待ってます。797@fmginowan.com 797@fmginowan.com で、メールをお待ちしております。1時間番組ですからね、全然間に合いますよ。そして今のところ採用率がなんと 100% になっております。はい、もう誰でも何でも送っていい。うん、そうそう、何でも大体は OK。 うちの番組大体は OK だから、流すから、話すから、まあ、送ってみてください。ツイキャスなんていうのもね、ツイキャスもあるんですよね。ツイキャス。ね。先週から意識して見るようにしてますけどね。まあ、そういうので、面白いコメントがあったりしたら紹介しちゃうと、紹介しちゃいたいです。はい。ね。なんだ？テーマとか設けてないんでね。こう、なんでもいいから送ってください。じゃあこの番組は、ボディマッサージとアロマのリメディアルアロマスクールサロンティーズ。歯を守ること、それは命を守ること、コチンダシカクリニック。丸ごとラスクが大好評のワイズサポート。酒類全般輸入卸通信販売、ジョー・イワイ・ショージ。アパートの修繕リフォームなら、ショーン・プレスの提供でお送りします。
はい、こんばんは、YouTube をお届けしております、DJ 高行です、今週も今週も1時間よろしくお願いします。ですね、先週ちょっと僕もう髪切ると言って、折ったんですけど、で切ってきました。はい、ライカムのあの線のところで切りましたよ、男らしくバーッとそしたらこう見てわかるっていうか、ユーストリームとかで見てる方はわかると思うんですけどね、見事に失敗してますあのね、僕と同じ年代の人はわかると思うんだけど、あのドリフのチャーボーの髪型にそっくりなんですよ。このね、ドリフの人たちが被るなんつうんだろうな、こう丸刈りが伸びたみたいな、こう10円ハゲがあるような髪型にそっくりでね、うん、なんか改めてこうパソコンの画面を見ると本当に似てるわでもまあいいっすよ、これぐらいお茶目な感じがちょうどいいです。はい、でもね、やっぱりなんでしょうね、やっぱり髪切るところっていろんなとこがあるじゃないですか。もう値段もまちまちだし、あと今はね、普通に男の人も美容室とかでね、カリスマ美容師に切ってもらったりとかしてるんでしょ。僕は全くそういうこともちょっとね、苦手でいけないんですけど、そう、もうこんなにいいよっていうようなサービスするところもあるじゃないですか。びっくりしたのが、髪切って終わって、こう、マッサージしてもらうじゃないですかね。大体ね、男の人分かると思うんですけど、頭ガーってやってもらって、で、首とかね、トントントンってやって、超気持ちいいじゃないですか。で、やってて、だんだん、こう、肩から腕、二の腕、で、下にこう、マッサージのあれが降りてきて、その後、桃とか足までやるところがあって、ちょっと恥ずかしいですよね。足まではいいよいいよって思うんですけどね、なんかちょっと気恥ずかしい気がする。僕そんな偉い人じゃないですって思いながら、まあ、マッサージ受けるんですけど、一番びっくりしたのがね、その後マッサージ終わって、あ、もう終わりだろうなと思った時に、なんかね、指を触り始めて、あ、指のマッサージかなと思ったら、爪をねパチンパチンって切り始めたんですよまさかやと思ったけど、いやー、パチンパチンって切られた時はびっくりして、でもあれって一言声かけないと、男の人でもさ、なんか親指だけ伸ばしてる人とかいるさびっくりするぐらい親指だけ長い人とか男でもいるさね。だからあんなの切ってしまった日には、切れられるでしょ勝手に切るなって言ってからな、怒り始めると思うよ多分。だからそれも一声かけた方がいいんじゃないかね。あとはマッサージもいいんだけど、まあもうダンパチャあるあるになっちゃうんだけどさ、僕はコンタクトをしてるわけね。で、顔をひげ剃った後にこう蒸しタオルみたいので顔をゴシゴシってやられるんだけど、その時に目の周りをデイジ中熟もうタオルでグリグリやるところもあって、8割ぐらいの確率でコンタクトがずれるわけあれコンタクトずれたら結構大変なんですよ。うん、で目開けた時はもうぼやーっとしててね目も痛いし、自分がどんな髪型になってるかも見えんしで、これでいいですかって言われても見えんしで、直したいけど手はなんかこうね、カーテンみたいので塞がれてるから、こう手も出しきれんし、すいませんちょっとコンタクトがずれましたとか言って、こうそばからボソボソって手出してね、こうやって目直したりするんですけどね。まあその辺もちょっとはね、まあコンタクトの人もいるっていうことを考えて、ちょっと目の周りはゴシゴシしてほしいなあとは何かな、あと漫画、置いてる漫画がもう古すぎて読む気がしないっていうところもあるでしょもう窓からの光にもう白くなっててね、漫画の背表紙自体が本当にビーバップハイスクールとかすごい古くなって、もう
ほとんど真っ白になってて、ようやくビーバップハイスクールっていうのが読めて、しかもそれが飛び飛びで全巻揃ってないみたいな。そういうのもあるよね。だからもうちょっと、奥なら奥で、もうちょっと神経使ってほしいな。ワンピースもあるんだけどね、途中の、ね、アラバスター編だった？何だった？あの辺で終わってるとかさ。その続きはないとか。そういうの結構あるよね。あ、いかんいかん、俺ちょっとこんなに、あれだ、床屋さんの話をする予定じゃなかった。うん。具志堅様から、ツイキャスでコメントも来てますね。ドカベンは古くても飽きない。確かに。ドカベンは飽きないですね。確かにね。リスちゃん。リスちゃんさんですか？まあいいですよね。別にね。まあ、リスちゃん。トカヤさんにありがちな本は、アブさん。これ確かに。アブさんあるね。でアブさん書いたら水島新司だった？あの人の漫画って変わってはいるはずだけど、俺にはちょっと判別がつかないわけよ。あれ、アブさんがずっと続いてんの？それともなんか野球教時代とかなんかいろんなのがあるけど、俺には同じに見えてるのか知らんけど、なんか大英ホークスっていうか、ね、とりあえず今もやってるでしょ？あれってね、ね、水島シリーズって、具志堅さんありがとうございますね。ほんとね、そう、リスちゃんも、いつも本当にありがとうございますね。リスちゃんがさっき僕が言ってた髪型に答えてくれて、中本浩二さんがよく被ってたズラのことですよねって。まさにその通りですね。はい。ね、イカリア長介がお母さんで、後の4人が子供っていうコントがあるじゃないですか。その時に、4人の子供全員が被ってるやつですよ、ね。で、チャーボーはもう勉強しなくていいんだよ、みたいなの言われたりして、こうね。そう、それです。はい。まさにそっくりなんですよね。僕今、地毛でいきますよ。ドリフのコント、地毛でいける DJ って、なかなかいないんじゃないですかね。あとはですね、ちょっとメールの方もね、ちょっと確認しながらね、番組を進行していきたいなと思ってます。現在、一通来てます。もっと来てください。お願いします。はい、もう出し惜しみせず、この後来るっていうのを、期待して、たった一通しか来てない貴重なメールを読ませていただきます。もうこの、番組開始12分で、すでに、全メールを読みます。今日も始まりましたね。最後まで楽しみに聞いています。今日はどんなテンションですか？まあ、こんなテンションですね。かよださん、かっこ笑い。ではでは最後までちばりよ、いつもありがとうございますね。白山団地の三女さん、ありがとうございます。本当に。白山団地の三女さんはね、ほぼ解禁症なぐらいメールもらってますね。本当にありがとうございます。すごい嬉しいですよ。で、あとはもうパソコンからでもね、どんどん送れると思うんでね、本当に気が向いたら、なんでもいいです。つぶやいてみてください。よろしくお願いしますね。あとね、僕が今日ちょっと話そうと思ってたネタもね、話しながら行くんですけど、ですね、この間、昨日か、ひな祭り、ね、ひな祭りといえば3月3日で女の子の節句っていうんですか、今、もうちょっとで、ちょっと今、勢い余ってまずいこと言おうとしたんだけど、女の子の節句、ね、なんですけど、僕の友達の、すっごいごついやつが、3月3日生まれだったんで、3月3日というと、そいつのことしか思い出さないですね。うん、本当に、こう、ふにあいなぐらいな、ごつさで、だったんですけど、それでね、いろんな、まあ、こう、ひな祭りの画像を調べていたら、キキトララってるじゃないですか、キキトララ。すごい言いにくいんですけど、キキとララ。ね。僕、滑舌悪いんで言いにくいんですよ。キキとか。キキとララがいるじゃないですか。で、キキとララの、ひな祭りの画像があって、これ可愛いなと思ってちょっとダウンロードしたり、で、何かこうメールとかで使ったりしてたんですけど、で、そのついでに、こう、キキとララを、調べたんですね、僕ね。そういえば、キキとララって小学校の頃から見てるけど、一体、奴らは、
何年生まれなのって思ってみたら1975年だったんですよ。だからもう41年前ぐらいのキャラクターなんですね。結構おっさんおばさんですね。で、キキとララ、僕はねずっと幼馴染みの二人だと思ってたんですよ。で、幼馴染みの二人がキキとララで、で多分まあ、この後大きくなって付き合ったり別れたりを繰り返しながら、まあ、結婚したりっていうエピソードもまあスピンオフみたいなそんなのもあるかなと思ってたら、キキとララって双子みたいよ。双子知ってた？俺はね44年間生まれて生きてきて知らなかった。双子とは思わなかった。でね、今手元にみんなキキとララのなんか持ってると思うんですけど、普通に見てみてください、キャラクターを。キキの方が男の子で弟で、このキキはね星をね背負ってるんですよ。星、星食べようの星みたいなやつを背負ってて、でねリボンでね結んでるこれびっくりした、結んでるんだって。星を背負うためにリボンで結んでて、確かにリボンがついてるわけ、お腹あたりに可愛くね。これ洋服だと思ってたんだけど、おんぶ紐みたいにして星を背負ってると。で、何のために星を背負ってるかというと、この星で飛べるんだって、キキは。で、ララはお姉ちゃんで、双子のお姉ちゃんで、で、ステッキ持ってるわけ、ステッキ。コメットさんみたいなステッキ持ってて、で、これで、この星の行く先を決めるって。知ってた？だから、こう、キキが星で飛ぶ方向をお姉ちゃんが決めてるっていう設定らしいよ。で、キキの方は趣味が発明。なんでよ。しかも何を発明したわ。星は発明してないだろう、多分。で、さっきも言ったようにリボンは星を背負うため。で、ララ、お姉ちゃんララの方は、二人とも言いにくいな。キキとララ。ララの方はスープ作りが得意で、このステッキからはお菓子も出せるという、もう夢のような設定だね。女の子からしたら夢のような設定で、好きな言葉、思いやり好きな歌、キラキラ星ってこれは違うだろう、お前。これはちょっとこのサンリオの人ちょっといい加減につけた考えたな、これはな。まあ、41年前だからもう誰が悪いとも言えないんだけど、多分これはちょっと安易だ。好きな歌がね、キラキラ星っていうのはまあいいでしょう。で、一番驚いたのがさ、キキとララの大きさ、身長どれくらいかという問いかけに対して答えがですよ、もう狂ってますよ。キキとララを合わせたら、お月様と同じくらいって。マジか。これちょっと最後に設定ミスってない？なんか。で、僕は探求心旺盛な人間ですから、調べたわけですよ。月って直径いくつだばと。そしたら、3474km。ってことは、割る2だと、まあ、約3500キロとして、月が1750キロあるんだよ。キキとララ、一人一人で。すごいね。そんな二人が好きな歌、キラキラ星って言われてもね。うん、まあ、想像上のものだから、これ以上、まあ、言っても大人げないんだけどね。うん、川栄さん、ね、ゆきりんさんね、勉強机売ってたなぁとね、うん、そうそう、勉強机とかありましたね。サンリオっていくら儲けてるんですかね、あれね。勉強机は売っているし、そしたらもう決まりじゃん。勉強机がキキとララだよ。ね、鉛筆削りスヌーピーなわけないさ。ね、鉛筆削りもキキとララでしょ、そりゃ。そしたら筆箱もキキとララにするしかないさ。ノートは？はい。ね、下敷きは？鉛筆は？もうキキとララでしょ。すごい商売だよね、本当にね。
だから YouTube のスポンサーぐらいになってもいいんじゃないかなって思ってますよ。勉強漬け売ってましたね。そしたらもうランドセルもキキトララにしないといけないさね。リスちゃん、キキトララって、これはあの漢字できてますけど、キキはね、ピンチ、ピンチの、ピンチか？ピンチ？キキ。キキ一発のキキ。と、ララは裸、裸って書いて、ララって来てますけど。いや、そんなサンリオのキャラクターはいないでしょう。キキとララ。どっちも危ないでしょう、これ。ねえ、ほんとに。まあ、そんな感じでね、普通のラジオ番組みたいにツイキャスへのコメントも、ツイキャスのコメントも読みながらね、まあ、楽しく、過ごして、言ってるんですけど、ここでね、キキとララの話を終わった時点でもう20分経ってますんで、一曲、紹介しましょうね。ちょっと今日ね、なんかちょっとだけど春めいてなかった？こう空気が生あったかいような、まあ雨が降ったっていうこともあるんだけど、なんかこうちょっと湿気を帯びたようなね、あ、季節変わったねーっていうような、一日でした。昨日ぐらい風も強かったさ。あれ多分春23番ぐらいだと思うんだよね、俺は。だから、そんな感じなんで、今日はこの曲からスタートです。今週の1曲目、聴いてください。矢野明子で、赤道小町時じゃない。まあ、そんな感じの曲いきます。曲終わったら、正式な曲、タイトルを言います。はい。じゃあ聴いてください。どうぞ。
はい、いいっすね。本当に春らしくて、いいんじゃないでしょうか。あなたの心にも、春風、届きましたか届きましたかはい、じゃあね、まあ、話をどんどん続けていくんですけどね。今日はですね、先週ちょっと途中で終わって、紹介が終わってしまった新沖縄キーワード、ボーダーインクさんから出ておりますけどね、この本が僕大好きでして、これを、何ですか？紹介しますのでよろしくお願いします。だいたい番組後半ぐらいにね、それ、紹介しますんで、楽しみにしていてくださいね。僕このボーダーインクさんの本が本当に大好きなんですよ。本当にいろんな沖縄の話題を書いている本がいっぱいあって、まあずっと沖縄に住んでる私ですが、まあ改めて気づくこととかいっぱいあるし、ああこれあったなーって。でやっぱりなんだろうな、こう、なんか懐かしがるだけじゃなくて、やっぱこれ面白いなっていうのをもう一回またちょっと復活させてみたり、これからまたヒントを得て現代風になんかアレンジしてやってみたりとか、そういう風にどん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 活用していきたいなと思ってるんですよね。こういう沖縄の懐かしのネタっちゅうの。だからやっぱりこれは、この番組では何回でもやって深く掘り下げていきたいと思っております。その前にね、まあちょっと、僕がこう調べてきたっちゅうか、今週話したいことをいろいろピックアップしてるんでね、それをまずは話してみますけど、この間ウルード氏でしたね。2月29日、4年に一遍、29日まであるっちゅう日なんですけど、まあ僕が生まれた1972年もウルード氏だったんですね。だから僕の同級生には2月29日生まれの人がいるんです、やっぱり。でそいつは4年に一遍しか誕生日来ないって言ってて、俺なんかはしょっちゅうからかってたんですよ。小学校の時だからもう6年生ぐらいだったから12歳になってるんだけど、でもそいつはお前まだ1歳、お前まだ3歳だって言って、俺たちは散々からかってたんですけど、まあ、厚尾くんって言うんですけどね。うん。で、調べてみたんですね。で、29日の人って、まあ、4年に一遍はあまりにもかわいそうじゃないですか。で、どういうふうにしてるのかっていうことをちょっと聞いたら、厚尾くんはね、厚尾は、2月の28日にしてると。そしたらこれ、田原俊彦と同じ誕生日になるんですけど、28日、または3月1日にする人もいるらしいね、やっぱりね。まあ、どっちかにこう振るんだね。もう、前倒しにするか、まあ、後にするかっていうことでやるらしくて。で、2月29日生まれの人、ちょっと気になったんで調べてみると、まず、赤川次郎。で、峰竜太。で、飯島直子。で、生き物がかりのボーカルというふうに出てきました。まあ、当たり前ですけど、結構いるね。で、今度のウルード氏は2020年ですよね。まあ、2020年というと、東京オリンピックが、開催されますが、僕の好きな漫画のアキラ。ね。アキラでも、2020年は東京オリンピックっていう設定になってるんですよね。これは、まるで予言のようだと言われておりますけどね。だから、ね、ネオ東京、向こうはネオ東京になってますけど、そうね、まあ、2020年。まあ、今日も今、ニュースでね、夕方見たんですけど、国立競技場っていうんですか？新しく作るやつね。あれ、白紙撤回になったり、もう、今まででも散々なことになっているんですけど、なんか聖火台をね、置く場所が、決まらないらしくて。こう、新しく作る競技場はね、屋根が木造で木で作るらしくて。で、この、普通通りにこう、スタンドの上に、聖火台を置くと、この屋根が燃えちゃうんだって、木だから。それ気づけよっていう感じなんだけど。じゃあもう、こう、競技場の外に置くかっていう話にもなってるんだけど、
普通はやっぱり競技場の中なんだって。で競技してる間もこれこの聖火がもうみんなを照らしてるという設定でやるのが普通らしい。やっぱそうだよね。僕らの聖火台っていうイメージでもやっぱりこう競技場のスタンドの上ぐらいでねずーっとこう燃えてるでしょ。だからやっぱりああいう風にやってほしいんだけど、今回そういう風に設計すると屋根が燃えると。燃えないまでもすすがつくんじゃない、黒くなるんじゃない屋根が。だからこれはいかんちゅうことで今ちょっと揉めてるらしい。ちょっと話が横道、ね、もこみちにそれましたけど、うるう年のことをね、やっぱり、こう、なぜ必要かと、まあ、知ってる人はいると思うんだけど、実際は、まあ、1年365日と言われてるけれども、実際のところ、365日と5時間50分で回ってるということなんだよね、1年っていうのはね。なってるんだって、サイクルが。だから、毎年毎年、6時間ぐらい余ってると、本当は。だからこの6時間弱を調整するために、4年でだいたい24時間になるでしょ。だから4年に一遍、2月の29日というのを設けてるという話みたいです。で、なぜこれが2月なのか。なんで別に8月30日でも、8月でもいいんじゃないと。別に8月32日があってもいいんじゃないと思うんだけど、でもそれはなんかね、あのローマ帝国の頃、ローマ時代に、まあ僕は詳しくは知らないですよ、ローマ時代に、年の終わりが2月だったということで2月の最後にくっつけたみたいです。はい、ちょっと豆知識でしたね。そうね、まあツイキャスだとね、こう音楽が聞こえないのが残念ということで、今あのコメントが入っておりますけど、確かにそうですよね。もうこれね、なんとか流してほしい。僕結構選曲頑張ってるんですよ、本当に。あんまり流れないようなのばっかり流してるんでね、だからでぜひ流してほしいなと思うんですけど、僕戸川純とかかけようと思っててね、今日戸川純もなかなか流れないでしょ。だから流したいんですけど、ちょっとね、まあ、ラジオね、できたらもう、沖縄中に FM ギノワンが、響き渡ったら一番いいんですけどね。まあ、いつかはそうなるでしょう。まあ、それを期待して、次の曲、いきたいと思います。今週の2曲目。今週の2曲目はね、ちょっとファンキーな曲をかけようと思ってます。戸川純はちょっと置いといて、ファンキーな曲でいきましょう。もうみんな、盛り上がって聞いてみてください。ラジオの前でね、めちゃめちゃ盛り上がって聞いてみてくれ。もう変な人と思われるから。じゃあ聞いてください。コージロイで、モザーヘッド。
はい、コーデュロイでモダヘッドお届けしました。かっこいい、めちゃくちゃファンキーですね。今日はねちょっとファンキーな曲特集でちょっと僕のテンションはなってるんで、この後も、オリジナルラブのファンキーな曲をかけたいと思っておりますんでお楽しみにしてください。そろそろね、ちょっと本当にこの本の紹介をしたいと思っております。新沖縄キーワード、ボーダーインクから、発売されておりますが、これもね、もうだいぶちょっと前の、2003年ですね。2003年に、発売されておるんで、もう13年前になってますけど、これはね、もう貴重品ですよ。貴重品というかね、もう沖縄の、なんだろう、資料にしてもいいと思うぐらい、当時のことがいろいろ書かれていて、まずもう本当にね、先週もピックアップして前半は行ったんだけど、後半をちょっともう本当にパンパンパンとね、時間がないから言うだけでも、まずあるのが、キリタンの幽霊これもう僕たち同世代の人とはあーって懐かしいって、今もあるのかなとか、思うんですけど、今はねもうちょっとないんですよね、キリタンの幽霊はね何ね、高行き、キリタの幽霊って何ねって思う人は、ですね、今大体、40歳以上ぐらいの人に聞いてみてください。いたんですよ。キリタの近くに幽霊が。本当に。で、僕たち、こう、肝試し感覚で、よく行ってましたよ。免許取り立ての友達の車に乗せてもらって行くとか、逆に今度は俺が誰かを連れて行くとか、キリタのね、当時宮古パレスのところ、向こうにね、びっくりするよ。いたんだよ、本当に。草むらの中の方に行ったら、なんかね、いたよ。っていう感じです。あとは、クイーンストアって言って、キングストアがあって、クイーンストアがあったんだよね、昔ね。懐かしいね、なんか。どっちも好きだったな、クイーンストアもね。なんかやっぱり、お惣菜がよ。やっぱちょっと沖縄風でね。よかったんですよ。で、あとは、プリマートだね。プリマート。俺、プリマート好きだったな。プリマート坂田店。向こうでね、駐車場の方でね、ライブやったことあるんですよ。イベントに呼ばれて。で、結構ね、面白い、ファンキーな店舗でしたよ。あっちのプリマート坂田店は。今、マックスバリューになってるけどね。こう、プリマートがこう、映ってったんだよね。マックスバリューにね。で、マックスバリューはイオンか。ね。そう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 。スポンサーになってほしいな。あとは、なんだろう、結構沖縄にある店舗っていうか、まあ沖縄に限らず、こう変わっていってるよね。今もあれでしょ？ココストアがまたちょっとファミリーマートに変わっていってるんでしょ、今。で、ココストアっていうのは何だっけ？ホットスパーとか、ね。ホットスパーからローソンになったり、ホットスパーからココストアになったりとかか。ココストアは、あれね、焼きたてパンとか、手作りお弁当は当たったね、あれね。やっぱすごいよ、あれ考えた人。俺、すごいと思ったもん。コンビニの中で、焼きたてのパンが食べれるっていうのは、しかも美味しいさ。で、お手頃さ。なんか、チョコクロワッサンみたいなのとっても美味しいでしょ、あれ。30円ぐらいで売ってるさ。あれ、なんか10個ぐらい買っちゃうよね。美味しくて。パリパリでさ、チョコレートが。いいよね。あとは、なんだろう。ね、エンダーがジェフになったとかあるさ。ヌーヤルバーガー、ゴーヤーバーガー。ね。結構そういう風にリニューアルしていって。いいね。あとは、もう、まあ、沖縄、まあ、宜野湾といえばね、ユニオンだよね。まあ、地元ですからね、ユニオンは。野だけ紹介ですよね。昔はそんなに店舗をね、いっぱいなかったし、こじんまりとしていたんだけど、今はすごいね、ユニオンさんも本当に。24時間やってますからね。ね。すごいよ。本当に、めちゃくちゃ大きなコンビニっていう感覚だよね。で、ユニオンさんもあるし、三栄もあるし、金秀もあるしね。沖縄って結構あれじゃない？スーパーって充実してるよね。
前ちょっと仕事の関係で神奈川とかにいた時、何が困ったかって言ったら買い物。ね、お弁当とかさ、コンビニとかでしか買えないでしょ、大体。ね、手頃な場所がコンビニぐらいしか見当たらなくて、まあ、正直コンビニの弁当って毎日食べてたらちょっとね、味気ないもんがあるじゃないですか。やっぱり僕たちはもう沖縄の弁当に慣れてるから、いやいや、おばさん、これ二島なんでしょうっていうぐらい入ってる野菜炒め、みたいな。それに慣れちゃってるからね。まあ、だから結構ね、カロリーも高いんですけど、ほら、またちょっと話がモコミッチに逸れてるから、ちょっと戻すんだけど、そうそう、プリマートの話してたね。うん、あと、この本にあるのは、あれです。沖縄の伝説的番組、クラブハートキャッチ TV。はい、来ました。もう僕大好きだった。クラブハートキャッチ TV。見てましたか？夕方からやっていた、アクターズスクールが、全盛期の、まあ、全盛期に入る手前の、全盛期はあれか、ブンブンか。俺たちはもうブンブンの時はちょっと俺大人になってたから、さすがに、あんまり見なかったけどって見てたんかいって話だけど、見てましたよ。でも、一番よく見てたのは、このクラブハートキャッチ TV だよ。中地さゆりとか、もう、へんとなちゃみよ。俺の中ではへんとなちゃみ。里中ちゃみじゃない。へんとなちゃみ。もちろんイッサのネーネーのね、へんとなちゃみが出てたり、面白かったよ。結構、こう、バカにする人たちもいたけど、でも、あの番組は伝説だよ。だってあれよ、いろんなゲスト来てたよ、結構。有名どころのアイドルバンバン来てた。で、アイドルも歌うんだけど、アイドルはワンコーラス。で、自分たちはフルコーラス歌ってたからね、アクターズの人たちは。やるやっさーと思ったね。で、ドラマやってたんだよね。クラブハートキャッチ TV のメンバーがドラマをやってたわけ。で、砂川健一めっちゃかっこよかったんだから、今三河健一郎だけど。すっごいかっこよかった。イケメンだよね。でも今でもイケメンだけどね。砂川健一郎さん。よかった。クラブハートキャッチ TV。あ、ちょっとコメントの方でもね、ちょっと反応してくださってる方いますけど、シグナスさん。見てたよーって、クラブハートキャッチ TV。見てましたよね。面白かったよね。で、すっごいちっちゃい頃のイッサとかも出てて、もうめちゃくちゃ可愛いぐらい。6歳ぐらいの時のイッサが出ててね。チャミの弟って言ってたんですけど、余談だけど、チャミの弟はイッサでしょ？で、イッサの弟はニーチャだよね。うん、本当に余談だったけど、うん。でもね、イッサかっこいいと、俺今でもダパンプすっごい好きだから、あ、今度近々ダパンプ特集やりましょう。1時間丸ごとダパンプ特集、ね。やろうよ。うん、やる。名曲いっぱいあるからね、ダパンプ。まあ、MCAT だけどさ。すごいよね。MCAT もすごいよね。超ハッピー、超ハッピー。ノリノリだよ、曲、歌詞が。俺、聞いた瞬間、爆転したもん。ほんとに。ね、シグナスさん。そうそう、司会が、砂川健一さんね。砂川健一さん。イブカミシェール来たーシグラスさん、クラブハートキャッチ TV 特集やりますんで、その時はぜひゲストで来てください。イブカミシェールね、イブカミシェール、ちょっと目の下がちょっとクマが濃い人だったよね。でも美人だったよ、イブカミシェールさん。好きだったな。で、ヘントなチャミさんね。いやー、僕、お家にね、実家にその当時のアクターズスクールの載ってる雑誌とかあるんですよ、やっぱり。僕、こう見えても80年代沖縄愛好家なんで、そういう資料をもとに、そういうトーク繰り広げたいですね。面白かったっすよね。クラブハートキャッチ TV、本当に。そうそうね、シグナスさんね。すいませんね、さっきからちょっと集中攻撃しちゃって、シグナスさんごめんなさい。でも本当に、もうそれぐらいちょっとこう、やっぱレスポンスがあると嬉しいですね。ちょっと曲行きましょうね。はい、次の曲もね、ファンキーな曲を一曲お届けしますよ。その前にね、ちょっとCD のセット。
何分ワンマンコントロールでやってますから私はね、自由な分、忙しいんですよ本当に。次の曲は、はい、13曲目でした。かけたいと思います。次は、オリジナルラブでね、もう本当にこの渋谷系とか言われてた頃の、人たちですけどね、フリッパーズギター、その他もろもろいましたけど、僕はもうオリジナルラブ大好きでしたね。今でも大好きですよ。田島さんね、本当にかっこいい。そんな、オリジナルラブの曲の中から一曲お届けします。これもめちゃくちゃファンキーで本当にかっこいい曲です。聞いてください。これもね、ラジオの前でね、すっげえもうノリノリで。で、カーステレオで聞いてる人は、スピードの出しすぎ、本当に要注意。警察いないか要注意して、アクセル踏ん、アクセル踏まないで。じゃあ行きまーす。じゃあ、オリジナルラブで、ローバー。
はい、楽しく、お届けしています、YouTube ももうそろそろ終わりの時間になってきました。あってますね本当にね。今日は本当にね、コメントの方もたくさんありがとうございます。シグナスさん、シグナスさん、あと、カリバタ、アキトシ、いたねさんとか、杉本大作って人、僕ちょっとあんまり覚えてないな。あと、中地沙織さん、僕一番好きだった。あと、ね、もう忘れちゃいけないね。早坂よしえ、旧姓平田よしえって、シグナスさん丁寧に書いてくれてるけどね、ほんとね、平田よしえだよね。もういましたね。ということでね、ありがとうございます。今日ね、僕一番本当に嬉しかったのはね、こうクラブハートキャッチ TV 仲間がいたっていうのがね、もうすんごい嬉しいんでね。もう頑張って、あれだね、なんだろう。頑張って、まずは、三河健一郎さんを呼んで、お邪魔するわよ、でこっちに来てもらって、その当時の話を聞くっていうのを、僕は、目標にしたいと思っておりますんでね。もう僕つてないからね、関係者の方、もう何とぞこう呼びかけて、働きかけて、なんかこの番組に来れるようにしてください。お願いします。あとヘルニアムベンツさん、初めて聞いたけど面白いねと、ありがとうございますね。本当にこう、ベンツでぶっ飛ばそうぜっていうふうにも書いてますけどね。今のね、まあ、ローバーですけど、今の流れた曲はね、まあ、それもね、マジでぴったりなんでね、本当に、安全な場所でね、こう、ちょっとだけね、爽快感を味わうためにね、もうぶっ飛ばしてみてください。はい、本当にね、今日もね、ありがとうございました。そろそろ時間いっぱいになりましたね。そうそう、奥永智子さんもいたね、っていうね、シグナスさん。これね、本当に、今度、1時間たっぷりクラブハートキャッチ TV 特集僕やりますんで、その時また、コメントお待ちしております。今日もたくさんのコメント本当にありがとうございました。じゃあもう本当にね、あれだ、ほら、聞こえてきた。エンディングテーマ聞こえてきました。この番組は、ボディマッサージとアロマのリメディアルアロマスクールサロンティーズ、歯を守ること、それは命を守ること、コチンダシカクリニック、丸ごとラスクが大好評のワイズサポート、酒類全般輸入卸通信販売ジョー・イワイ商事、アパートの修繕リフォームならショーンプレスの提供でお送りしました。今週も本当に1時間お付き合いいただきありがとうございました。たくさんのメール、コメント本当にありがとうございます。また来週お待ちしてますんで、どうぞよろしくお願いしますね。今月はね、12日に僕ライブやります。沖縄市中野町のアルテコザというところでね、ライブやりますんで、また来週追って詳細は伝えます。そして来週そのゲストが来てくれます。私の、幼馴染のお兄さん、千奈直樹さん、オカリナ奏者の千奈直樹兄がやってきますんで、楽しみにしていてください。では来週もセームタイム、セームチャンネルでお会いしましょう。それでは、YouTube お相手は火曜田隆之でした。じゃあまた来週まで、バイバーイ。クラブハートキャッチ TV! フォーエバー!